乾杯。酒匠日本酒学講師酒ディプロマ3冠達成の吉川明です。いつも日本酒女子の酒講座をご覧いただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、あの有名なザクからスペシャルなお酒を紹介します。さあザクなんですけれども、皆さんもうご存知ですよね。三重県鈴鹿市にあります蔵元清水清三郎商店さんのお酒です。で見てください、これね和紙に包まれているんですよ。でこの純米大吟醸伊勢の波ね、今から飲むんですけれども、この和紙で私ねあまりよく分かってないんですけれども、伊勢型紙っていうらしいんですよ。でこれは鈴鹿の伝統工芸品だそうで、着物とか、小紋とか浴衣とか友禅とかあるじゃないですか。それの、着物を染める時に使う、道具というか型紙だそうです。はい、すごくこうなんだろう、高級感もありのモダン的で伝統もあるというような、まさに飲む前からすごくハードル上がってしまってます。はいでもうね、ザクって言ったら伊勢志摩サミットのお酒で世界的にも有名、日本でもものすごく人気のあるお酒です。さあどんな味がするのか私今からいただきます。では早速いただきましょう。こう和紙に包まれてますからね、そーっとそーっと破けないように。おあ、袋和紙から出たらこんな和モダンでおしゃれなラベルです。純米大吟醸の伊勢の波って書いてるんですけれども、実はですね地元限定で純米吟醸伊勢の花というお酒も出されているそうです。はい、私それも飲んだことないし、今回このいただく伊勢の波も初めてなので、一体どんな味がするのか楽しみです。よいしょ。それでは注ぎます。おー、淡い黄色みかかってます。皆さん分かりますか、このイエローゴールド色の。はい、それでは乾杯。おー、わ、穏やか、香りがフルーティーなんですけれども穏やかです。やっぱり美味しい上品な甘さ、そして穏やかな酸味がしますね。で後味がスーッと綺麗にこう川のように流れていくような感じがいいですね。安定の美味しさ、もうザクってもう外れがないんじゃないかっていうぐらい、こう上品で誰が飲んでも美味しいって思うお酒だと思いますね。日本人だけではなくて世界でもこう受けるようなというか、飲みやすい飲み口、飲み口がねすごく柔らかいんですよね、穏やかで。で香りも今流行りのこうプンプンタイプの香りではなくてですね、お花のこうスイカズラのようなあの香りもしますし、あとヨーグルトのこの上澄みのような香りもしますし、でやっぱりこう口に含んでみると、お米の旨味もします。お米の旨味も上品なんですよ。上品な甘み、甘み、旨味、酸味、苦味のこのバランスがものすごくいいですね。美味しいです。でどんなお料理に合わせたらいいのかなって考えてみると、やっぱりこれだけ上品な甘み、旨みに特徴のあるお酒なので、あと三重県で作られたお酒ということなので、アワビとか伊勢エビとかいかがでしょうか。これはちょっとね余裕のある時、お金持ちの方はどんどんその組み合わせしていただきたいなと思います。例えばそのアワビにしてもこうお作りにして、でお作りでもこの肝醤油と合わせていただくとものすごく合うかなと思いますし、あとそのアワビもちょっと焼いていただいて、バターをこうバーッと垂らしていただいて、でそれでいただいても美味しいかなと思います。で伊勢エビも、お作りはもちろんなんですけれども、伊勢エビのだしと合わせてもらうとこれもまた合うかなっていう、お腹空いてきますね。なかなかそんな高級食材に出会うこと普段あまりないので、食べてみたいな、もう頭の中でこう想像しながら、うん、美味しいだろうなって、はい、思ってます。で、例えばそのオリーブオイルとの相性がね、ものすごくいいと思うんですよね。なのでイタリアンとかフレンチとかの前菜とか、あとそのメインに入る前のお料理と合わせていただくとすごく合うかなと思います。はい、でこう香りも穏やかなので、穏やかだし、味わいもこううまみと酸味とかその苦味とか、そういったバランスも絶妙ですし、そう、どんなお料理に合わせていただいても間違いないかなと思います。で温度なんですけれども、こちらの伊勢の波の純米大吟醸は冷やして飲んでもらう方が美味しい。うん、でキンキンに冷やしすぎるよりも10度いかないかぐらいの温度帯がおすすめです。はい、あんまり冷やしすぎるとより香りがねこう縮こまってしまいますので、香りもふわーっと放ちつつもうまみも感じられるような、はい、10度ぐらいの温度帯おすすめです。このお酒なんですけれども、普段お酒飲まない、日本酒飲まないなという方とか、女性の方とか、一方でくろうとの方、お酒好きだなという方、幅広い世代の方に好んでいただけるお酒だなと思うので、これプレゼントとしてものすごくおすすめなんですよ。やっぱり見た目もインパクトあるじゃないですか。この伊勢型紙ね、和紙で包まれてますし、こうもらった時に感動しません？えみたいな、こう日本酒、ワインとかっていうような、この感動も味わえると思いますし、はい、でやっぱりおうち時間っていうのはねまだまだ続くと思うので、ちょっと自分へのその贅沢というかご褒美にもいいかなと思います。さあ今日はですね、三重県鈴鹿市のお酒ザクの純米大吟醸伊勢の波を紹介しました。皆さんいかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。以上、日本酒女子の酒講座でした。またねー。